皆さんおはようございます。えー、今日はマッキーのミニ世の中が講座を担当させていただきます。えー、マッキーことキャリアリンクの和解です。えー、藤原校長からは今日は、えー、日本の学校でのキャリア教育に関わる現状と未来っていうことのお題をいただいております。ですので、えー、今回から3回。 にわたって日本のキャリア教育の現状そしてそれにはどんな課題があって世界の中で今どんなことが起こっているのかみたいなことをお話ししたいと思います。まず今日は第1回目でこのタイトルをいただいたテーマ通りの日本のキャリア教育の編成についてお話をしたいと思います。 経営教育っていう言葉学校教育に関わっている方はいろいろ気になっているかと思いますが本当にあの混沌とした状態ですね、えー、ちょっと整理をしていくと1996年に中教審の進路指導分科会っていうところでどうも議論が始まったようなんですけれども、えー、1998年に職業間勤労間の情成という えー、ところでスタートをしましまたですのでいろんな職業を知ることとか働くことはどういうことかみたいなことがすごくあの重要だったみたいなんですね。で、えー、とそれから2002年ですねまあ今から20年ぐらい前に、えー、アメリカで、えー、と全米のキャリア発達ガイドラインというのが出て。 それに日本の教育界は少し刺激を受けて、えー、いろんな先生方が、えー、ガイドラン考え直していただいたと、えー。要はどういうことかというとアメリカのキャリア発達ガイドラインは生徒が何々をできるという、えー、っとそんな具体的な行動目標が示されていたそうなんですけれども日本の学習指導要領では生徒に何々させるという要するに 教師側が何々をさせるさせるというですのでできるようになることを支援するといった発想の転換によって えっと、キャリア、まあ、ま,あまたその時今でも進,あの進路というふうに呼んでいますが、えー、その発達が変わっていったというところですねですのであの日本の文科省は、うん、4領域8能力だとかややこしいことを言ってそれが定着しなかったので、えー、2011年には基礎的汎用的能力というような、えー、ところに、えー、修練をされたというところです。 でちなみに経産省では2006年に社会人基礎力というものが出ましたよね、えー。多分皆さん方にはキャリアっていうとこちらの方がなじみがあるかと思いますが前に踏み出す考え抜くチームで働くこの3つの能力と12の能力両立っていうのが、まあ、一般的に産業界では普及をしていますし教育界でも高校とか大学ではあのこれが主にえっと使われていると思います。 ですので、す、ま、の、あ、2020年に学習指導要領が変わりました。えっと、3つの柱で、こんな感じですね学びに向かう姿勢で三角形の頂点にあったとすると底辺には知識技能と資質能力というこの3つの三角形で3つの柱と言っているんですがつまりあのコンテンツ 知識技能をたくさん身につけるということからコンピテンシーへと移行したあに背景にはやはりこの,あのキャリア教育ということはものすごく重要になってくると思いますで。もともとキャリアっていう言葉の語源が辞書で引いたりすると一部馬車の輪だちですね馬車が通った後の輪だちっていうことが、えー、言われているようです。 ですので、ソサエティー5.0の、まあ、現実と仮想が融合する高度情報化社会においても乗り物見てももう馬車ではなくロケット,やロケットで月かせに行く時代ですよね。ですので本当にあのいろんなことがどんどん変わっていっているのでキャリアというものの考え方ももっとやっぱり先進的に、えー、とその展開しなきゃいけないんじゃないかと。 でも日本の場合にはまだまだ仕事を知るだとか体験するだとかっていうようなことで小学校5年生の社会科での近隣の職業体験とか中学2年生の社会体験でそれぞれ本当3日程度多くて3日程度をキャリア教育として社会を知るっていうふうにして位置づけてるわけですねでもアメリカのキャリア教育はもう今の職業を知るだけではなくって 社会の未来の職業までを知ろうというところですので、えー、小学校ではだいたい30時間以上、まあ、3年生から5年生中学校の3年間では60時間から90時間そして高校の4年間では150時間から210時間を200時間以上使って自身のキャリアをマネジメントしていくということをやっています。 あのいつも周回遅れの日本の教育キャリア教育もやっぱり二重遅れのままなんですよね時代の変化に適した和と次なるわだちとなる資質能力ツールは激減しているのに日本の教育現場はやっぱりコロナ禍を機に、えー、令和の日本型教育ギガスクール高想,想が展開してようやく、えー、デバイスが学校に行き渡ったという,いうような状態です。 ネットの世界を自分の意思で動けなければあの今の私は描けないそんなふうに思っていますソサエティー5.0時代は仮想と現実の融合社会ですからここで私を残すために、えー、本日の皆さん方へのお題ですあなたのこれからのために必要な、えー、キャリア私は何ですかあなたなたら Thank you.